さあ始まりました。11と一緒にマヤナブ TRD トムス、TRD モデリスタトムスワークショップでございます。よろしくお願いします。まばらな拍手どうもありがとうございます。こちらに来ていただいたのはですね、トムスのマーケティング本部神山さんでございます。よろしくお願いいたします。神山です。よろしくお願いします。さあ神山さん、トムスは、僕にどんな車を紹介いただけるんですか。はい、随一さんに今年スーパー GT に乗っていただきたい。それはトムスからのオファーとして現役復帰として受け止めさせていただいてよろしいですか。タチに聞いてみます。2010年以来のという流れのスープラでございます。はい、スープラでございますか。今シーズンですね、2020年シーズンスーパー GT にスープラが帰ってまいります。はい、でまたGR スープラとしてですね、2002年以来かな、17年ぶりの復活を遂げたスープラですけれども、はい、こちらトムス仕様に、はい、仕上げて、はい、僕ちょっと今回東京オートサロンいろんなスープラ見させていただきまして、はい、一番かっこいいです。ありがとうございます。はい、もう本当嬉しいです。どんな仕様になってますか。はい、まず外観からご説明させていただきます。はい、フロントの下回りですね、これドライカーボン、オートクレーブで焼いた本物のカーボンで作ったフロントディフューザー、はい、やっぱそこの本物のっていうのは言いたい言いたい。トムスはね、はい、やっぱり今最近ね、カーボンのステッカーもあるし、はい、カーボンチックのやつもあるんで、はい、やっぱりトムスとしては、まあ、隣にね LC500 が並んでますけれども、ね、はい、トヨタモータースポーツを支えてきたトムスとしてはやっぱ本物のカーボン素材ということですね。はいはい、で、まあ、横もですね、うん、同じようにディフューザーでぐるっと回りまして、はい、でちょっと上を見ていただくと、うん、オーバーフェンダー、オーバーフェンダー、はい、でちゃんとここのあ、そっか、迫力あるのはここが、ここがノーマル標準です、ね、ノーマルボディでさらにこれがついてくるんだ。はい、そうですね。それでこんなワイドに、まあ、フロントはおそらく片側30ミリぐらいワイドになってます。じゃあタイヤサイズは、タイヤサイズこれ 9.5J ってだいぶ太くなってますね。で、まあ、ここからちゃんとエアを抜いてですね、はい、タイヤハウスの空気を抜いてフロントのリフトを抑えたいという構造になってます。はい、皆さんね、あんまりわからないかもしれませんけど、空力とかになったらね、こうね、車のボディを流れる、ね、空気のことばっかり考えますけど、まあ、一番大切なのは仮面、この地面との間をどう空気が流れるかということでダウンフォース発揮するんですけれども、もう一つレースの世界では当たり前なんですけれども、やっぱりね、空気を流すというのにタイヤっていうのはものすごく邪魔なんです。このタイヤのこの空気抵抗の塊、このタイヤのこの中の乱気流をどういうふうに外に逃がすかによって、フロントのダウンホース並びにそこから逃がし方によってリア周りに当たる風が変わりますから、ダウンホースが変わるんですよね。そうですね。だからよくそのタイヤのところにこの穴を開けただけのチューニングカーをよく見ますけど、それとは違ってちゃんとこれは機能させてます。機能させてる、はい、まあ、GT カーもね、はい、必ずそういうふうになってますんで、はい、そういうところにヒントを得てですね、作ってます。 GT カー見ると僕はちょっとごめんなさい、違うものに興味を湧いてしまいますけれど、あれ、まあ、こちらに違うとこ見ちゃいました。フロントよりもちょっともうちょっと下がっていただいて、ミラーのちょっと後ろにおられる2人の方がちょっと気になってしょうがないんですけど、ちょっと車の方に戻して、ホイールがまた、はい、ホイールブレーキが、そうですね、迫力ありますね。ホイールの方はですね、うん、今回トムスオリジナルではなくて、うん、ボステンというアメリカ製の鍛造メーカー、はい、非常に高性能なホイールで、あれですよね、 SNS でものすごくそうですにぎわってるホイールですね。アメリカですごい数のですね SNS のフォロワーを持ってる会社で、うん、それ今回コラボレートしています。はい、それはよくコラボレートしてくれました。やっぱりトムスの名前ですか。まあ担当者が、うん、アリストの時代からトムスの大ファンで、そういうことですね、使ってくれるんだったらすぐ送るみたいな、はい、もうそれでコラボレーションができたと、はい、
それと、まあ、ブレーキの方はブレンボ製のローターキャリパーに変えてます、はい、うん、はい、後ろの方回りますか、はい、後ろのタイヤはこれさらにオーバーフェンダー来てますか、もっと太い、はい、後ろはですね、ホイールサイズで言うと 10.5J で、うん、この前幅がですね、こここだわりどころなんですけど、はい、スーパー GT マシンと一緒の 1950mm おかしいですか、いやいやすごいな一応、はい、スーパー GT マシンと同じ前幅になってます、今年使うあの GR ス あちらの あちらの TGR ブースに置いてるスープラ、スーパー GT 仕様と同じ前幅、はい、標準から 85mm ワイドにしてます、タイヤ27530、はい、だってすげえな、後ろ行きますか、はい、スープラあのダックテールって言ってね、後ろはあの、はい、こちらのテールが、はい、跳ね上がった形ですね、なってますけど、そちらの上に、はい、ウイングをまず装着された、はい、やっぱりですね、トムススープラということで70スープラからうちいつもスープラ出るたびに先に勝っちゃうんで、はい、これもこだわってやっぱ GT のイメージを引っ張りたかったんで、はい、ダックテールの上にさらに GT ウイングと、まあそのね、スーパー GT 仕様はもうウイングがつきますから、はい、そのイメージではやっぱりこれは外せない、うん、アイテムでしたね、はい、でそのまま目線を下に移動していただいて、はい、リアの、はい、これなんていうんですか、これはですね、これもリアディフューザーということで、ディフューザー、はい、これも、はい、下から空気抜きますんで、あらーで、ディフューザーに4本出しマフラー、はい、これは最近あのうちの統一のデザインで、うん、だいたいスポーツカーはこの、パラレルの4本出しということで、はい、ちょっと斜めにした、馴染みのいい形のテールのデザインを使ってます、でしかもそのて、マフラーの最後は、ね、仕上げが、はい、チタンテールで、チタンですよね、はい、カーボンとチタンと、うん、ちょっとレーシーなイメージで仕上げてます、これコンプリートか、はい、コンプリートで売りようと思ってます、いくらですか、一応この状態、まあ、エンジンとかも全部やった状態で1423万円で、はい、それはもう値段決定してる、はい、決まってます、欲しい人今やったらもう僕に頼んでいただけたら今 20% オンさせていただきますけれども、あでも僕の第1号のお客さんは、はい、11さんのスープラを狙ってます、え僕 の, あのオリジナルを、はい、あれをこれにしちゃおうかなって、はい安くしときますよ、オリジナルやな、やめてよでこれはそしたら、はい、コンプリートカーということはエンジンもトムスでやっていただいて、はい、もちろん足回りここに、はい、そうですね、サスペンションありますけど、はい、あここにありますね、はい、このサスペンションうわ、はい、寺本さんやってんだ、そうです、これF1 でセナプロストと一緒に仕事していた、うんはい、寺本さんで業界では割と知れた、うんはいダンパーデザイナーの方に全部設計をしていただいて、もともとですね、コーン・ナルセさんの一番弟子と言われた西島というテストドライバーが今、はい、トムスにいるんですが、うん、その人間がセッティングしてると、おそしたらもう乗り味も、はい、ナルセさん譲りの、はい、ね、80スープラを開発された、はいね、森蔵、今、ね、トヨタ の, あのマスタードライバーって森蔵さんですけど、初代マスタードライバー、はい、ナルセさんの、はい、そのなんていうの DNA も、はい、エッセンスも受け継いだ、受け継いだ、はい、僕ちょっとこれ乗りたい、はい、ね、走れるようになった暁には、はい、ぜひちょっとお願いします、この色は何なんですか、この色、これはですねレジェンドグリーンという名前にしたんですが、うん、社内で富士山プロジェクトと呼ばれてたんで、え富士山プロジェクト、富士山、はい、御殿場で作ってるんで、はい、富士山プロジェクトっていう社内呼称があって、はい、夏だったんで、うん、富士山緑だったんですよ、はい、でそこから引っ張ってグリーンと、もうさすがにあとはタチさんという人がね、はい、緑にしろって言って無理やり後から理由考えたっていう、多分その日の気分ちゃいますか、タチさんの、いや意外と気に入ってると思います、あそうですいやでも僕これかっこいいと思います、さすが世界にねマーケットを持ってるトムスは富士山というね日本の象徴的な名前まで入れて、さすがでございます、ありがとうございます、さあこちらの車よろしくお願いいたします、はい、はいはい、こちらトムスセンチュリーになります、はい、まあ、言わずと知れた、国産最高級車センチュリー、ただ、まあ、やはりセンチュリーというとショーファーというイメージしかないんですが、うん、そのセンチュリーをドライバーズカーにしようと、うん、もうセンチュリーなのに運転したくなる車、分かんないですけどセンチュリーこんなことしていいの、
あの箱根駅伝でね、我々のボス豊田章男社長のですね、はい、GRMN センチュリー、はい、これはあのね、白と黒と世界に1台ずつあるんですけど、それは箱根駅伝の先導カーにはなってましたですけれども、昨日お見えになりまして、どういう評価？来年の箱根駅伝は、トムス対 GRMN で2台で先導しようっておっしゃって今日友山プレジデントもおっしゃってました、そうですか、はい、もうだいぶこれ既成事実作っちゃってるんですけど、怒られないですかね、来年のね、あの箱根駅伝皆さんは楽しみにいただいて、僕がほんだら白い手袋して運転させてぜひ。これはあのどういったところを、はい、はい、まずですね、大きく変わっているフロントバンパーですね、ドーンとスポーティーでエレガントで、今なんか勝手に入ってきてライトつけようかな今、はい、あのうちのスタッフです、でやっぱりですね、視認性も上げたいと、安全性にも寄与するということで、デイライトを追加しています、まあ、あとは堂々とした、面構え顔にしてます。世界の VIP カー、はい、ショファーカーって例えばロールスロイスとかね、はいはい、いろいろあるじゃないですか、はい、あれも今もうどん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 そのあの運転手の方に乗せていただく車からどん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 ドライブする車に変わってきているトレンドがありますよね、はい、センチュリーもトムスがそうですね、そういうドライバーズカーに変えると、もともとはですね、さっきから出てくるタチさんという人が、はい、センチュリー乗りたいって言ったんで買ってみたんですよ、はい、あのマカオの虎が、はいはい、ただやっぱ商売にしないと怒られちゃうんで、うん、はい、やってみました。ああそういうことですね、はい、でもたまにあの、はい、タチの運転手が遅刻するんで、うんうん、自分で運転してサーキット行かないといけない時があるんでドライバーズカーにしようと。タチさんこれ運転してくるんですか、はい、今度行くと思います。いやいや普通に立っておられるだけで迫力あるのにこんなん乗ってこられたらえらいことない。内装は、はい、内装もあります。スリッパ置いてあります。これ普通の内装と違いますね。いやもう全部、内装を張り替えてトリムも全部作り直して、よりですねちょっとまあセンチュリーやっぱりあの伝統の、どちらかというと和のテイストで作られてます、はい、私どもやっぱドライバーズカーなので、ヨーロッピアンのテイストを入れて、ちょっと、こじゃれた、若めの方が乗っても面白いな綺麗だなと思うデザインに変えました。内装のステッチなんかはなんかベントレーのねイメージに、そうですね、ちょっとあのようなイメージが持ってますけど、はい、でもこんなんしてね、はい、売れるんですかこれ。あのおかげさまでですね昨日から全国の販売店さんにお問い合わせが行っているらしくですね。行ってんの、はい、こんなことできるのかって言って、はい、慌てて作る段取りをしてますそしたらもう生産体制をもう整えていただいて、はい、もう今ここにいながら電話がいっぱいかかってきて、ええ、ほんなもうこんなことしてる場合違うじゃないですか、はい、だから僕今電話出とけって他のスタッフに渡したんですけど、ぜひね、トムスが手掛けるですねこちら GR スープラとセンチュリーをですね、はい、注目いただいてですね買いたいなと思う方はですね、はい、神山さんの方まで行っていただいたらと思います、まあ、そしたら私モデリスタの方に行きますけれども、はい、ちょっとあれ女の子たちが、もしもし、女の子たちが気になりますけど、一緒に行きますか。一緒についてきていいんですか。いやいや、一緒に行く、一緒においで。そしたら多分あのトムスのステージ以上に僕はすみませんギャラはご請求いきますけど、あもう個人的に言っていただいたら結構です。いやでもお願いします。そしたらトムスレディ連れて行かせていただいて、はい、そのまま僕は、モデリスタ TRD モデリスタ行かせていただきます。すいません、あ、明けましておめでとうございます。こんなところで山本左近に挨拶されてますけれども、はい、よろしくお願いいたします。さあお待たせしました、 TRD モデリスタ来させていただきました。担当は、あ、今年もよろしくお願いします。自己紹介よろしくお願いします。はい、今回コンセプトかデザイン担当させていただきました高木と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高木さんと、はい、モデリスタ、TRD やってます浜崎と申します。はい、よろしくお願いします。今回僕にご紹介いただく車は、あ、すいませんちょっとだね、あのなぜか知らないですけど、あの女の子がついてきましたんで、いや、いいですね、ぜひよろしくお願いします。もう可愛かったんでそのまま連れてこさせていただきましたんでよろしくお願いいたします。さあ、あの紹介いただく車はどちらの車になりますか。はい、まず、あ、上どうぞ、僕乗っていいんですか。これどうぞどうぞ乗ってください。皆さん乗ってください。はい、もう、コンセプトカーになります。じゃあレディたちこちらでポージングしていただいてはい、あ、いいですね、こちらのコンセプトカー、アンビバレント RD プリウス PHV コンセプト、もう一回よろしくお願いいたします。アンビバレント RD プリウス PHV コンセプト、どういう意味ですか。アンビバレントというのは、両面価値、2つの意味を持っている、はい、分かりやすく言うと好きだけど嫌いみたいなことですね。分からない、あ、分からない好きだけど嫌いって、好きだけど、はい、それあの振られるときにあの言われるあの言い訳みたいな感じです
いや、じゃあ嫌いだけど好きなのが分かりやすいですかね。あ、そっちの方がありがたいです、はい、僕は、はい、っていうものですね、うん、RD、まあ、RD っていうのを2つの意味がありまして、はい、1つはレーシングデベロップメントの RD と、うん、あともう1つがリファインドデザインっていう RD、うん、簡単に言うと TRD の技術とモデリスタのデザイン力を合わせて作った、まあ、夢のような車という形ですかね。そうですね、トヨタ の, あのこういうカスタマーパーツやってる中で TRD、まあ、これはねスーパー GT の開発もやってるところですから、まあ、走りに特化したというようなイメージは僕の中であって、はい、でモデリスタといったらトヨタ の,、ね、そのエアロパーツとかそういう後付けパーツの中でものすごく今売れてる、デザインが良くて売れてるところですね、はい、これがね一昨年でしたっけ、はい、あの会社が統一して、はい、でそこのそれぞれのいいとこ取りを、はい、このプリウスでやったと、はい、プリウス PHV でやってみましたと、うん、はい、でデザインは主にあのデザイン室の高木と、はい、あの他のスタッフとやっていただいたんですけど、これ前から見たらプリウスに見えないね。はい、もうかなり変えておりまして、はい、うん、一見した印象はもう全然違うような見え方にしております、はい、特徴は、ま、特徴はあのフロントグリルを今回潰してまして、今回 EV になった時っていうのを想定してデザインを行っております。 EV のイメージを、はい、はい、まあ、今後 EV がスタンダードになってくるだろうっていうのは言われてますんで、うん、はい、それを想定してまして、はい、かなりあのボディカラーの塊感のあるデザインっていうのがまず目に入ると思います、はい、はい、その上であの下端のスポイラーはあのしっかりワイドアンドローでスポーティーなイメージを出すっていう狙いでデザインしております、うん、あとはあのかなりボディアッパーブラックアウト部分、これ結構、はい、なんか あんま触らないでください。え、何なんで、あのこれ動くんですよ。なんで今これ動くんですよ。いや、す、あ、可動式になってます、はい、いやいや動くのは分かったけど、はい、僕触ったらあかんの。いやいや、あのちょっとあのあ大丈夫です。大丈夫、どっちやねん。わ、これは何、スピード領域によってなんか、そうです、あの、はい、TRD の技術力です。空力性能ももちろん考えて作っていまして、うん、あの約100キロぐらいという想定なんですけども、はい、あの下がることによってボディ仮面により空気を取り込んで、まあ、仮面のダウンフォースを増させようという。なんかあのゆっくり走るときあんまり低すぎたらね。そうです、あの歩道から駐車場入るときとかすりますけど、はい、ゆっくり走るときは上がってる、はい、はい、なんかで高速域になると自動的に出てくるというものですね。で効率よく風を流すということで、はい、はい、はあ、すごいですね。あともうホイール、タイヤはどんな感じですか。ホイールはですね、ちょっとイルミ、あの新しいチャレンジしておりまして、はい、光ファイバーで光らせるっていうので、うん、まあ、あの先進的なイメージを演出するっていうのを狙いでやってます、はい、これは止まってる時にでもかなり存在感あるんですけど、うん、実際走行して回るとまた違った表情が出るので、うん、まあ、そこもあの新しいドレッシュアップかなと。回るから、はい、なんかあのスポークも中抜きがものすごく、そうですね、はい、あの軽量化できるところは徹底的にやっております。カメラさん、このホイールタイヤのこれからのレディって言えやと思うんですよね僕、はい、こっからのこうスッとこう、はい、そこからレディにこうグッと上がっていただいてですね、もう最高の絵だと思います。ありがとうございます。すいません、僕の趣味の世界に入らせていただきました。後ろを行かせていただきます。はい。まずこの大きく目につくのが垂直尾翼だと思いますけども、はい、こちらもあの直進安定性が増す、はい、もう効果を、考えています。あのこれあの女性的にはお二人ちょっとこっちに来てこれ見てくれる、女性的にいかがですかこのデザインは。これいかがですか近藤さん、なんかウルトラマンみたいですね。これウルトラマン、はい、あのモデリスタさんと TRD さん、これあの、はい、デザインってさ、はい、やっぱ男の人がね、あのその辺もあの調査されてると思うけど、はい、男の人が受けるデザインと女性が受けるデザイン、ちょっとこうずれてますわね。そう、これはどういうとこ狙いましたですか。あの今彼女たちからウルトラマン、これは あえて男性女性っていうのを、設定せずに、まあ、どちらにもって言ったらあの、まあ、欲張りかもしれないんですけど、はい、まあ、女性にも気に入っていただきたいなっていう思いではやってます、ね、これ多分信号待ちで止まってもらったら、はい、この車に乗ってない、この車の後ろに乗ってる子供たちからものすごく喜ばれるデザインに、ね、そうですね、はい、で後ろの乗ってる人が喜ぶから煽り運転がなくなる。すいません、はい、無理やり平和です。もちろんそれも考えて考えてね、考えて俺が無理やりこじつけたわけじゃない、はい、違います流行りの煽りでなくなる、はい、はい、そうですということでいいですねで続いて、アルファードベルファイアいきますか。はい、はい、はい、
でモデリスタは、うん、あのアルファードベリファイ非常に好評いただいてまして、アルファードベリファイよく売れてるの知ってる、はい、はい、知ってます。脇坂さんもエアロも、はい、僕のエアロはベルファイアにモデリスタさん今回付けさせていただきました、ね、こちらのでもエアロではない、うん、ですよね。これ僕のと違うやん。違いますよね、はい、新しく作って、だってベルファイアまだ変わってないでしょ。え、ベルファイア変わってないでしょ。僕のモデルと一緒でしょこれ。はい、同じですね。大きくは同じですね。なんでそんなことすんのよ。いや、あのご好評にお答えして、はい、あの新しいコンセプトで新しいデザインのエアロパーツを追加しました、うん、これは今売れてるでしょ。はい、ありがとうございます。売れてたらそれでええやん。いや、あのもっと売り、あのご好評に、ご好評にお答えして新しいのを追加しました。もっと売りたいって。いや、あのご好評にお答えして、でもあれでね、モデリスタさんが作れば作るだけやっぱり最近売れるよね。なんか僕聞きましたですけど、はい、あのアルファードベルファイアを乗られる方々がね、はい、モデリスタさんのエアロをつけますよね、はい、そしたらその分やっぱお金はかかるじゃないですか、はい、お金はかかりますけど、次売る時のリセールスバリューがモデリスタのエアロがついてるついてないで、そのつけた分上乗せ以上ぐらいの、あの市場になるっていうふうに聞いたことあるんですけど。本当ですか。いや、あるやろ。いや、つけ、そうですね、つけた以上かどうかはあれですけども、はい、あの、はい、あの評価いただいてるという話は聞いてますね。だそういった意味ではね、皆さんね、あの今ねカスタマイズ、東京モーターショーで東京オートサロンですから、そういった意味では自分のねカスタイムする車ですけど、その分やっぱカスタマイズするのにお金かかるよね。でも次車乗り換えること考えたら、まあこの辺のね人気のあるところつけてたらね、いずれそれはその分返ってくるというね、賢いところも学んでいただきたいなと思います。これ新しいのが出たんだ。そしたら、はい、アルファードも新しいデザインを追加しました。このアルファード行くかい、お客さん、ね、こんだけおられるところ、お客、いや、それはなんだ、スタッフさん、お客様にのけっていうことを言ってるのが、車じっくり見ていただければ、はい、アルファード行きたいと思います、はい、アルファードベルファイアどっち好き。アルファード。僕今ベルファイア乗ってるっていう話しましたよね。さあアルファードを見させていただきます。ちょっとねお客様ごめんなさいね。ごめんなさい、これあれやね、僕あれだ、女の子連れてきたから、ね、女の子連れてきたからお客様がたくさん増えてしまいまして。さあ、すっきりしましたね。はい、ボディ色を生かして、ただ、はい、あのモデリスタらしいメッキもちゃんと使っていて、うん、あのアルファードらしさを抑えつつも、うん、ちょっと以前よりすっきりというか大人らしい形にします。そうだ、はい、僕もね、はい、TRD やと思ってアルファードのモデリスタバージョンに来たんですね、はいはい、っていう大人しいというかその、アルファードらしい上質な、より上質な、ものを目指して作ったという、はい、追加パーツですね。アルファードありがとうございます、はい、もう一回ベルファイアに戻らせていただきます。これ、ここの僕ベルファイアね、はい、僕の立場で言ったらあかんかもしれませんけど、ここがね、はい、ちょっと僕の中でね、はい、目立ちすぎるんですよ僕のベルファイア。はいはい、だちょっとベルファイアずっと乗り続けてきてましたけど、もう5代目ぐらいになりますけど、ちょっと今回ね嫌なんですよ。いや、嫌なことはないです、はいはい、僕嫌なんです。あ、いや、はいはい、でもここにこれ新しいでしょ、これこれつくことによって、はいはい、僕のベルファイアの唯一の嫌なところがちょっとカバーされてる気がする。今回そうですね、ここの強いグラフィックをちょっと変えてあげて、あの下端に水平のボディカラーを通すことでまた全然違ったんですけど、いやいや、これがものすごく生きてるよね。はいはい、ですね、レース車はこれがこう、そうなの、そうなの、だから僕、はい、あのここのこのデザインが僕はね、僕はですよ、はい、あんまり好きじゃないんですけど、これで私は好きですけど、はい、全然ね、はいはい、別にこれクレイ言ってるわけ違いますからね。違いますよ、大丈夫です。在庫すぐ確認します、はい、次いきますか、はい、はい、ラブ4いきますか。ちょっと女性陣ね、もうありがとう、帰ってくれていいわ。あ、いいですか。いや、2人がいてたらもうちょっと、え、そんなことないですよ。いや、行かれへんようになるから。11さんファンが多いんですよ。いや、もう本当に、おめでとうございます。違う、なんて誕生日おめでとうございます。何を適当なこと言うと、もう帰ってください。ありがとうございます。あのトムスレディの2人でした。大きな拍手で。さあ行きましょう、はい、こちらハイラックスとラブ4は、はい、あのまあ、TRD あのさっきとのイメージもあるかと思いますけども、ハ イ, ラ、はいはい、あのハイラックスでアジアクロスカントリーラリーなどもしてまして、うん、まあ、そういったちょっとラギットなイメージのものを今日展示してます。僕この車好きですね。 ありがとうございます。この車のもう荷台にパーンとスノーボード積んで雪山服部直樹さんと行きたいです。
で今、はい、あのライフスタイルもこういうあのおしゃれにアウトドアを行こう、うん、車を使っていこうみたいな方多いと思いますので、そういった方に向けてこう TRD パーツですとかこのハイラックスラブ4いかがですかっていう提案のあれですよね、あのこういうあのアウトドア派の部分ってちょっと前までは、はい、あの過去といいますかデザインといいますかそれ最近ちょっとそれが実用的なものを求めるようになってきましたよね、市場がね。そうですよね、はい、そういった意味ではこれはなんかキャンプしてね、ええ、なかなかいい感じですけど、時間さえあればこういう車で僕も行きたいなとは思います、はい、続きましてこちら行きますか、はい、僕ねこのままねそこまで行かないといけないのに、もうラブ4も同じようなあのイメージで、はい、おしゃれな、アウトドアに行って、キャンプをして楽しみましょうというようなイメージです。このカラーリングは普通にこの色はベースの色です。ベースの色に横のあのステッカーを、はい、TRD のステッカー貼るだけでこんなイメージ変わるんだ。そうです、変わります、はい、ははこれの特徴説明いただけたいですか。特徴はあの、うん、まあ、アジアクロスカントリーラリーに代表するそのラギットなイメージを今のストリートユースのおしゃれな方向にもちょっとテイストを混ぜてやってる用品ですね。何が変わってるんですか。まあ、横にベースシャアがないからね、何が変わったあれかっていうのは大きくはやはりこのルーフラッグが、はい、あの特徴的変わっていて、こちら、うん、ロゴも入ってますけども、はい、おしゃれなこうラギット感も出しつつちゃんと荷物も止めて非常に便利な形ですね、うん、でフロントにもまあパーツは多少ついてるんですけれども、はい、あのエアロパーツというほどゴテゴテについていなくて、あのさりげない、TRD らしいパーツがついてます。あとは大きくはそのやはりこちらのステッカーになるんですかね。そしたらそのステッカーチューンですから、そこまであの費用かからずにオリジナリティを出せる、はい、そうですね、これなんかもそうでしょ。そうですね、 TRD らしいカーボン調ですよね。そしたらステッカーチューンして、ね、上にこれなんていうんですか、キャリアルーフラック、ルーフラックをつけて、はい、タイヤホイールしたらこういうイメージになってくるということですね。はい、ハイラックス。あと何かありますか。僕もあれもうこっち行っちゃいますけど、向こう行きましょう。じゃあ一緒に行きますか。私はじゃあここで、はい、あのはい、いいですか。お誕生日おめでとうございます。お誕生日違うねさっきあの子何を言うてんやろの。いやいや何言ってんや7月夏男、何が誕生日。はい、こちら、はい、いらっしゃいませどうもよろしくお願いいたします。はい、こちら何ですか。ここはですね、あ、ご紹介します。寺田さん、はい、寺田です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダカルラリーとかにも出られた寺田さんでございます、はい、よろしくお願いします。でこちらは、うん、あのこちらにあるようにですね、はい、GR ガレージの、うん、トヨタ店の、トヨタの販売店合同で、はい、ハイラックスの GR ガレージ仕様を作っていこうというそういった車になってます。はあ、ははあ、はい、あのこれそれぞれあのなんていうんですか、会社違いますよね。あ、そうですね、これ12社、はい、で15、東京が4つありますので、はい、12社15の GR ガレージで、はい、まずこれをあの販売していこうというふうに始まりました、うん、でそれは特別仕様になっているということなんですか。そうですね、で、はい、ここにあるのは今あの南米仕様になるんですが、うん、まあ、ハイラックスっていうのは、2015年にですねフルモデルチェンジを海外でして、はい、うん、で、日本には2017年に入ってきてるんですけれども、はい、2018年から実は GR スポーツ、ここに GR スポーツってありますけれども、はい、この、海外ですでに、トヨタガズーレーシングの、モデルがハイラックスとして実は2018年に南米、中南米、2019年に南アフリカで発売されてるんですよ。あ、日本だと、はい、ハイラックスの GR がないけども、はい、もう南米だとあると。あるんです。それで、こちらのですねトヨタカスタマイジング&ディベロップメントさんの、力でですね。だって寺田さんだってそれ日本で早く欲しい、はい、早く欲しいって言われてたやつじゃないですか。そうですね、はい、で、あの動いていただいて、うん、なんとこれアルゼンチンとかから、はい、もう用品を日本にみんなでこう輸入してですね、はい、でこう GR ガレージでつけていこうという企画ですごい熱ですね、はい、それでそれをあの、はい、あの GR ガレージの、うん、トヨタの販売店12社でみんなでやろうっていうふうにですね、はい、力を合わせて、はい、はい、それがあのもう今月からもう順次予約でですね、はいはい、あのスタートしたということになります。具体的には、はい、あの日本で売ってるハイラックス、はい、そうですね。でこれ、はい、これはあの南米仕様なのでちょっと左ハンドルのままで、はい、なってますが、中身は、日本仕様のものになって、うん、でフロントがちょっとこれ、トヨタのロゴになっちゃってますが、あのセーフティーセンス、トヨタセーフティーセンスの関係上、はい、ここが T マークにしていくっていう感じのままですね、うん、でフロントのランプのベゼル、はい、ここがあのもうガズーの黒と赤っていう形になったり、はい、ボディは、ボンネットはブラックアウトはオプションで
はい、各 GR ガレージやってきます。で横の方にこうトヨタガズレーシングのロゴとデカールが入ったり、この強靭なサイドステップがですね、うん、ついたりで、デッキバーですね、もうあのラリーカーのロールバーのようなものがこれよくついてますけど、これ何の意味があるんですかこれ。まあこう実際には何て言うんですか、海外だとランプを上につけたりとかですね、はい、こういう斜めに物を乗せたり、うん、例えばサーフボード乗せるとか、うん、あと合成面とかもあるんですか。はい、合成面とかも考えられるんですか。これはですね、そこまではないと思いますね。すここについてるんで、そしたら荷台に対して の、はい、そうですね、あの補助ができるという。そうですね。であとはこのトヨタのロゴとハイラックスのロゴ、このエンブレムが、純正だとメッキなんですけれども、はい、これがこう専用色になってくると、うん、はい。で、あとですね、そしたら、はい、これが南米仕様の今ハイラックスですけれども、はい、これを日本仕様のハイラックスでこういう仕様にして、はい、売れるという。そうですね。で、うん、各 GR ガレージでそれぞれやり方があってですね、はい、東京はもうコンプリートカーをこのホワイトボディ10台ブラックボディ10台をもうコンプリートカーで作って販売します、はい、うん、で例えば群馬トヨタさんだと、うん、もう既存でハイラックスに乗られてる方に、ガズーカラーにしませんかみたいな形で、用品を個別に販売するとか、うん、まあ、それぞれ皆さんのやりたいような形で進めていきます。あとちょっとおしゃれなのがですね、スマートキーがちゃんと、あ、GR マーク、はい、これが意外に人気が出るんじゃないかって言ってました。はい、はい、いやでも普通でも GR スポーツとかってこういうのってメーカーがね、はい、やるじゃないですか、はい、で GR ガレージってね、あの車好きの方々の要望に応えるための販売、はい、特殊な販売店、特別な販売店ですね。そうですね。本当に獣医さんにもあの東京の方はもう何年もかけてみんなをこう育てていただいて、はい、それが今やっと今花開いてきた感じになってます、はい、そして販売店でお客様 の、 その窓口として一番近い販売店がお客様の声を聞いて、はい、メーカーよりも先に作り上げていく、はい、車というようなイメージ、ね、そうですね。で今年あの、はい、ダカルラリーにこの、うん、フェルナンド・アロンソ選手が、はい、出てます、初参戦というので、はい、まあ、それも記念してこれをもうとにかく立ち上げようという、はい、はい、まあ、こういった形で今ダカルラリーも前半戦が終わって、はい、トヨタのハイラック、あのトヨタガズーレーシングのハイラックスは、うん、トップ10の中に5台、はい、半分がもうトヨタのハイラックスで占めてます、うん、はい、そういった意味ではもう世界のこういう悪路でもいろんなところで強い車っていうことですね、はい、そうですね。でこの車ね、オートサロンで今回展示してますけれども、こちら の、ね、あの GR ガレージに行っていただくとこちらの話ができるということでございます。寺田さん、どうもありがとうございました。時間が来たんでですね、この辺で随一と一緒に学ぶ TRD モデリスタートムスワークショップを締めたいと思います。どうもありがとうございました。